静岡産業大学酒井康平です。高校の時にスタッフにこの大学を勧められて、この大学は天然芝で練習ができるのでこの大学を選びました。ヘディングの部分とカバーリングの部分だと思ってます。4年の大臣杯の決勝で東学戦で自分途中出場だったんですけど、その試合で東海優勝できたのでその試合が印象に残っています。あんまり勝ちは思ったようには取れなかったんですけど、大臣杯で全国出れたことをきっかけに全国のレベルを知れたので、その経験を今後の人生に生かしていきたいです。固い守備が印象的で、全員守備を、ハードワークして、守備を頑張るチームだなと思ってます。センターバックなんで、フォワードの土井選手には、点を決められたくないなと思っているので、ガツガツプレスをかけていきたいと思います。絶対勝ちます。以上です。